よく来たな挑戦者よ。ガードには立ちしゃがみの2種類があり、相手の攻撃に合わせる必要があるぞ。上段は立ちガード、中段も立ちガード、下段はしゃがみガード。ガードして相手の攻撃をこらえた時、反撃のチャンスがある。相手の攻撃をすかした時もチャンスだ。ただし奥義や一部の技はガードでこらえることができないぞ。側面や後方からの攻撃もガードすることができないので注意しろ。頭部に攻撃を食らい続けたり、威力の高い打撃を受けると行動不能になってしまう。これがグロッキーだ。頭部だけでなく足へのダメージでもグロッキーにすることができるぞ。相手がバックダッシュしているときは一撃でグロッキーにすることが可能だ。逃げ腰の相手に使ってみよう。もし自分がグロッキーになってしまったら素早い連打で復活するのだ。相手をガードボタンと中段ボタンで掴んだら、ガードボタンを押しながら自由に押し引きすることができるぞ。自分が捕まって相手に押されてしまったらリングアウトさせられる可能性がある。うまくこらえろ。掴んだ相手に上段下段の攻撃を加えることができる。相手からの掴み攻撃はガードしてこらえよう。掴みから相手を投げ飛ばすこともできる。押し引きしている時も投げを打つことが可能だぞ。相手に投げられてしまっても掛け声に合わせて投げコマンドを入力すれば投げを回避することができる。移動中の投げも同じだ。投げ抜けの種類によってはそのまま相手への反撃も狙える。チャンスを逃さないようにしろ。強い攻撃を受けるとダウンしてしまう時がある。そのまま起き上がると相手の攻撃を許してしまうぞ。それを避ける方法として回転しての起き上がりがある。逆にダウンしている時間を長くして相手のタイミングを外すこともできるぞ。かわすだけではなく反撃も可能なんだ。ダウン自体を避ける方法としては受け身がある。着地の瞬間にガードボタンと中段ボタンがある。うまく使ってダメージを回避しよう。各キャラクターには浮かせ技がある。これで相手を浮かし空中の相手に攻撃を加えるんだ。これが空中コンボだ。空中コンボの中にはジャストシフトやバウンドを使った高度なものもあるぞ。君も腕を磨いて挑戦してみてくれ。クエストモードには格闘モードとは異なる移動方法がある。ダッシュ、ジャンプ、ストップ、右反転、左反転、バックターン。体の向きを変えずに横方向に動くこともできる。ダンジョンの中にはモンスターがおり、それらを倒すとアイテムを落としていくことがあるぞ。アイテムを拾う、アイテムを袋に入れる、アイテムを置く。手にしたアイテムはガードボタンと中段ボタンで使うことができる。アイテムは飲んだり食べたりするだけではなく、敵に投げつけることもできるぞ。せいぜい腕を磨いてみるんだな。
俺にもよこしやがら。お客さん、お客さん、これだこれ。うん、ね。あ。さらっとしておよなんだって、あじゃあなんだこのまま私を封印して乗ってくるのね、ポチッとな。もうなんだか知らないけれども、ほいのほいのほいと、ブレッブレッ、バカバカしくて。
Huh?